デスノートは全て私が処分します。お前は使わないのか。つまらないな。長官に報告してきた。死神のことまでは言えないが、 ICPO にも全て伝えましたが、彼らも理解しがたいようです。キラの死は公表しないとのことだ。ライト君はキラに殺されたということになったんですね。幸子とさゆにも真実は伏せる。天音はまたデスノートの記憶を失った。二冊とも焼却してしまいましたからね。龍崎、何と言ったらいいか。すまん。謝らなければいけないのは私です。多くの犠牲を出し、ライト君も救えずに。龍崎、俺は君と戦えたことを誇りに思う。そろそろ時間です。一人にしてもらえますか。私は親というものを知りません。でも八神さん、あなたは立派な父親だと感じました。龍崎、さようなら。八神さん、ありがとうございます。